沈黙が続くのはさすがに気まずくて仕方ないな。俺から何か言わないと。寝っ転がってると気持ちいいよな。ええ、そうね、気持ちいいわ。あ、ダメだった。頼むセルカ、何か言ってくれ。あんまり喋れなくてごめんね。男の人と一緒に寝るなんて初めてで緊張しちゃって。ああ、そっか。無理して落ち着こうとしなくてもいいからな。そういうわけにもいかないわ。キリトの記憶が大丈夫か確認しなくちゃいけないんだから。私も、なんとか緊張しないように頑張るから、キリトも頑張って間違えないようにしてね。分かった。お互い頑張ろうな。それで何を思い出せばいいんだ？そうね。それじゃあ私と初めて会った時のことを思い出して。セルカと初めて会った時か。そうだな、ちっちゃい子だなって思った。何よその感想は。あ、いや、こんなちっちゃい子が神聖術を学ぶシスターだなんてすごいなって。結局ちっちゃいのは変わってないじゃない。いや、それはほら、今はもう思ってないぞ。うん。まったくもう、それじゃあ否定できてないじゃない。話してるとあの時が懐かしいわ。最初はびっくりしたのよ。びっくり？びっくりよ。ベクタの迷子が本当にいたなんて。それにキリトはまるで別の世界から来た人みたいだと思ったから。そんなことあるわけないじゃないか。まさか出会った時から見抜かれてたとは。さすがアリスの妹ってことか。侮れないな。そんなわけないのは分かってるわよ。なのに必死になってどうかしたの？いや、なんでもないよ。うん。変なの。けどきっとキリトが変だから良かったのかもしれないわ。変だからってなんだよそれ。言い方が悪くてごめんなさい。けど本心なのよ。キリトのおかげで私はいろいろと変われたもの。俺のおかげ？そうよ。ずっと自分と姉様を比べてばかりだったけど、それじゃいけないって分かったの。キリト
がそう言ってくれなかったら、私はいつまでもわからないままだったと思う。あなたの影響は大きかったわ。だからありがとう、キリト。そんな、俺は大したこと言ってないよ。けど、確かにセルカは成長したもんな。そう言ってくれるのは嬉しいけど、なんか変なところを見て言ってない？どこも見てないぞ。中身は成長してるけど、見た目はそんなに変わってないし。ああ、いや、さっきのは違うんだ。背はちょっと伸びてる気がするし。冗談よ。ちょっと慌てさせてみたかったの。そんな。でも、セルカのいたずら心も俺の影響なのかもな。キリト、教会で暮らしてた頃のこと覚えてる？もちろん覚えてるよ。あの時はお世話になったよ、セルカ。本当よ。キリトの面倒見るのは大変だったんだから。目の前でそう言われると。朝は起きてこないし、何より食い意地ばっかりで困ったのよ。それはほら、一日中斧を振ってるとお腹空いちゃって。毎日森から帰ったらすぐに、今日のご飯は何かなって言うんだもん。そんなに大切なことかしら。当たり前じゃないか。それにセルカの料理は何でも美味しかったからな。もう褒めても何も出ないわよ。けどそう言ってくれて嬉しい。キリトは毎日美味しそうに、しかもたくさん食べてくれるから作りがいがあったの。キリトが村を出てからも、しばらくは同じ量を作っちゃうくらいだったんだから。そんなに喜んでくれてたならよかったよ。俺は美味しい思いをしてただけで、何も返せなかったからな。そんなことないわ。キリトは大切なことに気づかせてくれたし、それに料理した人にとっては食べた人が幸せになってくれるのが一番嬉しいことだから。そっか。じゃあまた料理を作ってくれよ。もちろんよ。セルカ？2年前のあの時ね。いつの間にかキリトが教会にいるのが当たり前になってたの。ほんの少しの間しかいなかったのに、不思議だわ。キリトがいなくなってから、なんだか胸に
小さい穴が開いたみたいだった。そうだったのか。もう大丈夫なのか、セルカ。もうキリトって本当に鈍いんだから。つまりね、あなたに会えなくて寂しかったって言ってるのよ。そういうことか。気づけなくてごめん。謝らないでよ。余計恥ずかしくなるじゃない。ごめん。もう、私はユージオともあんまり喋らなかったから、年の近い友達がいなくてね。私にとってキリトは初めての本音を話せる年の近い相手だったのよ。そっか、それは寂しい思いをさせちゃったな。ううん、責めるつもりはないの。ユージオを連れて行ってくれたことも、姉様を連れて帰ってきてくれたことも感謝してるから。キリトが村を出て行ったことに怒ってなんてないの。ただまた会えてよかったなって。あ、俺も同じだ、セルカ。だからこれから埋め合わせしなさい。もちろんだよ。それじゃあセルカは何をしてほしい？おお、まずは私の料理を食べてほしい。いくらでも食べるよ。ならたくさん作らなくちゃ。それからセルカ、少し近づきすぎじゃん。キリトともっといろんな話をしたい。あなたがしてきた冒険について聞かせてくれない？おう、あ、わかったよ。長くなるけどいいか？もちろんよ。話してくれた分だけ嬉しいもの。なあ、セルカ。なあニキリト、聞きたいことでもあるの？相変わらず神聖術の勉強は大変なのか？うん、毎日勉強で疲れるけど。急にどうしたのよ？いや、俺は修験学院で散々苦労したからさ、セルカもきっと大変なんだろうと思って。そっか、学院でも神聖術の授業があるのね。確かにキリトは苦労しそうだわ。い
印象だけで判断されてるのに否定できない。だってキリと分かりやすいもの。でも私も大変だからあんまり人のことを言えないわ。覚えてなかったり使えない術式はまだまだたくさん。あ、ごめんなさい。やだ、私ったら恥ずかしいわ。セルカ、眠いのか？ちょっとだけよ。最近徹夜することもあったから。徹夜して勉強なんてあまり無理しちゃダメだぞ。今のうちに休んでおけよ。でもキリトの記憶を確認しなくちゃいけないのに。それよりもセルカが倒れたりしたら心配だよ。俺のことはまたいつでもできるからな。そこまで言うならちょっとだけ休もうかしら。ああ、そうした方がいいよ。けど起きたら今度こそ記憶の確認するからね。もちろん、よろしく頼むよ。それじゃ、おやすみ。おやすみ。俺も眠くなってきたな。一緒に休むか。くらい寝てたんだろう。窓の外を見るか。あれ、起き上がれない。セルカが俺の服を掴んでいる。道理で体が上がらないわけだ。よほど疲れてたのか、ぐっすり寝てるな。もうしばらく寝かせておいてあげよう。おはよう、セルカ。ごめん、起こしちゃったかな。大丈夫よ。で、ごめんなさい。こんなにキリトにくっついてたなんて。大丈夫だよ。暖かいせいかすごく落ち着いてね。小さい頃母様と一緒に寝てもらった時のことを夢に見たな。
それで俺にくっついてたのか？言わないでよ、もう。だけど母様と違って柔らかくなくて硬いなって思って。それでね、もしかして父様かと思って目を開けたらキリトだったの。悪かったな、硬くて。それに家族の誰でもなくてさ。それでもどうしてか家族といるみたいで安心した。キリトはなんだかお兄ちゃんみたいだから。俺がお兄ちゃん？あたしね、転職のために家を出てからもう4年経つの。そっか、ずっと住み込みで勉強してるんだもんな。家族の誰かと過ごすっていうのがしばらくなくて、だから代わりにキリトに甘えちゃったのかもしれないわ。なるほどな。あのさ、そういうことならいくらでも俺に甘えていいぞ。そうか、ならしょうがないけど、寂しい時や気が向いた時はいつでも俺に甘えてくれ。相変わらず優しいのね。ありがとう、キリト。もし恥ずかしくないって思う時が来たら、また甘えさせてもらうかもしれないわ。そういえばキリトは友情と2人で旅に出たでしょ。2年間どんな風に過ごしてたの？学院にいる時はもちろんだけど、英史時代もザッカリアまでもずっと剣の練習をしてたな。剣の練習って何をするの？やっぱり立ち合いとか？立ち合いもするけど、素振りもするし、非奥義の指導もだな。の師匠ってキリトなんだっけ？まあそうだけど。なるほど。それじゃあキリトとユージオってどっちの方が強いの？どうだろう、本気でやったら勝てないかもしれない。ちゃったのね。それはそうだよ。あいつは学年120人中5位の成績だったんだから。
くら真面目な友情でもそこまでは想像つかないわ。言っとくけど俺も6位にいたんだからな。キリトは強いだろうからいいのよ。で、あれ？ユージオより下じゃない？それは神聖術とか方角とかその辺が悪さをしまして。本当に変わらないのね。お勉強も頑張らなくちゃダメよ。返す言葉もない。それじゃあユージオは勉強もできたのね。ああもちろん。あいつは毎日のように図書館に通って、そりゃもう本を読み漁ってたよ。本も読むし剣も振るし、ユージおったらちゃんと休んでたのかしら。それは大丈夫だよ、しっかり見張っといたから。見張ってたのはユージオの方でしょ。それくらい私にも分かるんだから。さすがにこの嘘は通用しないか。それにしてもユージオのことを聞きたがるな。あ、そうか、セレカはあいつのことが好きだったんだっけ。そうだセルカ、安心していいぞ。ユージオに好きな人とかはいなかったから。え、何言ってるの。いやだってセルカはユージオのことが好きなんだろ。だからそんなに聞きたがるんじゃないのか。そんなんじゃないって言ったじゃない。もう本当キリトったら。恥ずかしがらなくたっていいじゃないか。あいつは優しいし何につけてもいいやつだからな。もうからかわないでお仕置きするわよ。ごめんごめん、悪かったから。だから叩かないでくれ。本当に反省してる？ああ、もう二度と言わない。約束するよ。そう、約束だからね。もう、けど、どうしてユージオの話を聞きたかったんだ？あんなにせかしてさ。誰にもユージオにも言わない。ああ、それも約束する。本当に約束だからね。好きとかじゃないけど、ユージオが無事だってことをユージオの話をして確かめたかったの。あ、そっか、2年も旅に出てたんだもんな。心配する気持ちはわかるよ。ううん、もちろんその間も心配だったけど、最近は心配っていうより怖いのよ。怖い？
それに最近だって。最近ね、ユージオが死んじゃう夢を見るの、それが怖くて。ユージオが死ぬ？でもあいつは無事に帰ってきたじゃないか。うん、ユージオは元気なままで帰ってきてくれた。なのにどうしても夢に見てしまうの。ユージオが真っ赤な血を流して倒れている姿、あの夢を見るのが怖くて。私、だからユージオを一番知ってるキリトから話を聞いて、ユージオの存在を確かめたかったの。ユージオはちゃんと生きてるんだって。それであんなに必死にユージオの話を聞こうとしたのか。うん、キリトにたくさん喋らせちゃってごめんなさい。いや、謝るのはこっちだよ。俺がユージオを連れ出して振り回しちゃったんだから。心配かけてごめんな、セルカ。俺が絶対にユージを死なせないから安心してくれ。うん、大丈夫よ。今のユージオは笑ってるし、そうしてくれたのはキリトだもの。セルカ。だから信じてるわ、キリト。きっとユージオを守ってね。ああ、約束するよ。必ず俺がユージオを守る。キリトの記憶の確認だけど、私が知ってることはもう大体話しちゃったわ。うん、協力ありがとう、セルカ。おかげでかなり明確になってきたよ。本当？よかった。けどまだ終わりじゃないわ。え？でもセルカはもう確認できることはないって。そうだけど話してほしいのよ、聖号騎士のアリス姉様についての話を。俺は構わないけど、いいのか？いいから頼んでるんじゃない。お願い、聞かせてほしいの。わかった。そんなにまだたくさんは話せないけどな。私に話せることだけ話して。とはいえ、やはりセルカに現状を話せることは限られている。俺たちが罪人として捕らえられたことも隠しているんだ。俺たちは宗剣士として魔獣を討伐することになってアリスと出会ったんだ。ただアリスはユージオのことも家族のことも覚えてはいなかった。アリスは罪人として捕らえられた時に記憶を失ってしまったみたいなんだ。ええ。記憶を失ったアリスは
騎士として氷協会に仕えることになった。そうよね、あの姿は忘れもしない。姉様を連れ去った聖豪騎士と同じ鎧を姉様は身につけていた。なあ、アリスは今やすごい騎士なんだぜ。誰よりも強くて、どんな厳しい状況でも相手に屈しない。想像できるわ。姉様は幼い頃から勃剣を使った立ち合いが得意だったもの。俺とアリスが剣を交えたこともあったんだけど、アリスの剣はさすがだった。結局決着はつかなかったけど、終始圧倒させられたよ。キリトが相手でも？ああ、セルカの姉さんは本当にすごいよ。そう、姉様は記憶をなくしてからずっとそうやって騎士として戦ってきたのね。ああ、そうだよ。なんだかちょっと寂しいわね。寂しい？ええ、騎士としての姉様はなんだか私の知ってる姉様とは違うから。あの時姉様に会えた時嬉しかったけど、今と同じ気持ちになったの。姿もその声も何もかも姉様なのに、距離を感じてしまって。そうか。でもな、アリスはずっとセルカの名前を覚えてたんだ。私の名前を？ああ、記憶はなくしたけど、その名前だけは覚えていた。アリスはそう言っていたよ。たとえ妹だとわからなくても、アリスはその名前を、セルカを求め続けていたんだ。姉様が私を？ああ、そうだよ。セルカはアリスにとって大切な家族だからな。ねえキリト。なんだ？たとえ記憶がなくても、姉様は私の大切な姉様よ。でもね、私は心の奥底では少し戸惑っているの。戸惑い？そう、だからもしまた姉様が帰ってきてくれた時、一体どんな風に接すればいいのかわからないの。どうしてそんな風に思うんだ？私と姉様の間には長い年月によって隔たりができてしまった。私が姉様の覚えてない姉様の話をしたりすることで、姉様を戸惑わせてしまうかもしれない。それに
私もお姉様が私のことを覚えていないのが寂しいって思う気持ちがあるの。その気持ちが姉様に伝わらないか不安なのよ。姉様を傷つけたりしてしまわないかなって。ずっと会いたかった大好きな人なのに。ねえキリト、そういう人に接するときはどうしたらいいの？難しいことなんてないよ、セルカ。ただ思うままにすればいいんだ。本当にそれでいいの？私、姉様を傷つけたりしない？大丈夫だよ。セルカはアリスにどうしてあげたいんだ？私は姉様に、こうしてあげたい。どうしたんだ？突然抱きつくなんて。姉様のこと、もう一度こうやって抱きしめてあげたい。それで、姉様には待っていた家族がいるんだよって伝えたい。だって、記憶があってもなくても、私にとっては大切な姉様だから。そっか。優しいな、セルカは。次にアリスに会った時にも、そう伝えてあげてほしい。俺からも頼むよ。気にしなくていいよ。セルカの気持ちに整理がついたならそれでいいんだ。うん、おかげで自分の気持ちが分かったわ。ありがとう、キリト。